菊池武光。菊池武光は、鎌倉時代末期から南北朝時代にかけての武将。菊池氏、第15代当主。第12代当主、菊池武氏次の子で旧男とも。肥後国益城郡豊田省、現、熊本県熊本市南区城南町出身。柔弱な弟の武士の代理として、興国6年、昭和元年、1345年に、阿蘇惟純と共に、菊池氏の居城深川城を北朝勢力から奪還する。これを契機に、一族中で頭角を現し、後に、ワイフ城に入って、当主の武士を廃し、武光自らが当主となった。その後、南朝、後醍醐天皇の御子で、正々大将軍として、九州へ派遣された、兼永親王を、熊部山城に迎え、九州における、南朝勢力として、清政府の拡大に努める。昌平6年、寛永2年、1351年には、筑後国に進出して、勢力を拡大し、昌平8年、文和2年、1353年2月には、北朝の九州短大、一色範氏と、商に、頼久の争いに介入し、筑前ハリスリ原にて、一色短大軍を撃破する、ハリスリ原の戦い。同年7月には、筑前飯盛山にて再び、一色軍を破り、続いて、昌平9年、文和3年、1354年からは、豊後国、肥前国などに進出して、大友主体を降伏せ、一色範氏を長門国に追放し、九州における南朝勢力の優勢を確立した。一色範氏は、昌平11年、延文元年、1356年10月に、九州へ再度侵攻するが、武光は、豊前国でこれを撃破。ここに至って、一色範氏は、九州制圧を断念し、京へ帰還することとなった。昌平13年、延文3年、1358年1月には父、範氏に代わって、短大となった、一色忠氏が、なおも挑んできたが武光はこれも撃退し、同年11月には、日向国の畠山直明をも破って、ついに、九州の足利氏勢力を、ほぼ一掃した。だが、外来勢力であった九州短大が没落すると、それまで南軍に服していた、小二氏、大友氏らは、再び反南軍勢力に転ずることとなった。これにより、昌平14年、延文4年、1359年3月には、大友氏次の反抗を受け敗北を喫した。しかし勢力を盛り返して支持を破り、7月には、兼永親王を擁して、南軍の総力を挙げて、筑後国に進軍し、商に頼久に対して、決戦を挑んだ。南軍は、高良山に陣を敷き、対する商二軍は、筑後川右岸の鯵坂に軍を進め、ここに史上名高い筑後川の戦い、大原合戦、大保元合戦の幕が切って落とされた。この合戦は、菊池軍4万、商二軍は6万の兵力を要したと伝わり、まさに、九州の合戦史上最大の戦いとなった。この合戦では、7月19日に、菊池勢が、筑後川を渡河したのを起として、商二勢が大保原に退いて、以降一進一退の攻防が続いたが、8月7日に、両軍の主力が激突する大激戦となった。この日の激戦は、南軍の総帥である、兼永親王が3カ所の深手を負うほどであったが、武光をはじめとした、南軍諸将の奮戦もあって、これに勝利した。商二勢は総大将、頼久の子息、商二直氏が戦死したのを、はじめ、2万以上の死傷者を出し、太宰府へ敗走。一方の菊池勢も、武光の甥である、菊池武明や、一族の赤星武貫らが戦死し、こちらも多くの死傷者を出したため、これを追撃する余力はなかったと言われる。なお、この戦いの後に、傷ついた武光が己の太刀についた血のりを小川で洗ったことから、立洗い、現福岡県、三井郡立洗町の故事が生まれたと伝わる。このほか、筑後川後線上付近には、大正塚、千人塚、五万木塚などこの時の合戦に由来する地名が数多く残されている。筑後川での戦勝後、武光は北軍の掃討を推し進め、昌平16年、弘安元年、1361年7月には自ら出陣して、ついに古より九州の主府であった太宰府の制圧に成功する。8月には頑強な抵抗を続けていた小西も本拠地の誘致残城を放棄して、豊後の大友氏の元へ落ち延びると、兼永親王は太宰府に入城し、ここに政政府を移して、兼永親王、菊池武光による九州市の体制を確立した。小二軍惨敗の報告に、終始北軍勢力が圧倒していた京都の政界では激震が走り、将軍、足利義昭は大友氏事に対して小二頼久と協力して、清政府を攻撃することを命じ、同時に当時幕府の最高実力者であった、柴高経の子息、氏経を新短大として、九州へと派遣した。また、後光厳天皇は、武光の武威を恐れて、陳西宮並びに、菊池武光以下、京都追討のことと、その追討を命じる臨時を出した。正平17年、常時元年、1362年8月、武光は未だ清政府に服さぬ大友氏事を打つべく、弟、菊池武義を清政府の首相に就かせ、自らは、豊前、豊後方面へ出陣した。この隙をついて、短大、柴氏経は、子息、松王丸を大将として、小二冬氏らに、太宰府を襲撃させた。不意をつかれた、清政府軍ではあったが、首相の武義は負傷しながらもこれをよく防いだ。この間に、武光も、豊前よりはせ戻って救援し、一族の白竹武と共に、短大軍を打ち破った、長者ヶ原の戦い。柴氏経はこの敗北に接すると戦意を喪失し、翌年春には、京都へ逃げるように帰還した。その後も、兼永親王と武光率いる、清政府の武威はますます高まり、正平20年、常時4年、1365年。柴氏経に代わって短大に就任した渋川義行を一歩も九州の地に踏み入れさせず、虚しく京都へ帰還させるなど、正平16年、弘安元年の太宰府入城より11年間は、清政府の絶頂期であった。九州をほぼ南朝一色に染め上げた兼永親王と武光は、その勢いをもって、登場を決意。折しもとでは、将軍、義昭が没し、幼少の足利義満がその後を継いだため、これを好機と見た清政府は、正平23年、応安元年、1368年2月に、東征の軍を起こして、長門、津王方面へ進軍を開始した。全国各地で南朝方が劣勢に立たされる中、九州で圧倒的優位を誇る清政府は、まさに南朝最後の希望であり、北越戦死や、鎮西要略によると、この時の東征軍は、菊池氏、原田氏、伊藤氏、秋月氏、島津氏、三原氏、草野氏、松浦氏、星野氏、平戸氏、千葉氏、大村氏、山鹿氏などの九州の有力諸氏を従えた7万騎と、合する大軍であったとされる。しかし、この南軍の起死回生を狙った一大計画は、清政府軍が、瀬戸内地方の制海権を完全に確保しきれていなかったこともあって、北朝方に転じていた大内氏により、下関付近で進軍を阻まれ、逆に大損害を被る敗北を喫してしまった。結局これによって、清政府軍による統制計画はあえなく失敗に終わり、太宰府へ敗走した兼永親王と武光は、なおも九州における清政府の誠意を維持し続けたものの、この統制失敗以降、清政府は徐々に衰退していくこととなった。一方、一色府士、柴氏経、渋川義行と相次ぐ短大の任務失敗に業を煮やした北朝は、名将と名高い今川貞代、両春を新短大として派遣することを決定。貞代は、建徳2年、応安4年、1371年2月に出京すると、途中、幕府への援軍を請うために上洛中であった小西らの九州武家を従えつつ、甥の今川仲昭を肥前方面へ使わし、また子息今川義則を豊後方面に使わすなど、着々と九州攻略の方策を推し進め、自らは11月後半に下関へ到達した。この今川貞代の動きを警戒した武光は、豊後国に入った今川義教を討つべく、兼長親王の子と伝わるいくら宮を報じて、義教のこもる高崎山城を包囲した。しかし高崎山城の防御は固く、この間に、毛利氏、吉川氏など、中国地方の豪族の合力得た今川貞代は、下関から門司へ上陸すると、肥前国へ進んでいた今川仲章も筑前国への進軍を開始。こうして、短大軍は早くも、清政府の主府である太宰府を伺う勢いを見せ始めていた。この報に接した武光は、文中元年、応安5年、1372年正月に、高崎山城の包囲を急遽解いて、筑前へ帰還し、2月には、嫡男、菊池武正を、今川仲章軍の抑えとして、肥前国へ進めさせたが、中州軍によって、返り討ちに遭い、逆に、中州軍の筑前侵入を許してしまうこととなった。これによって、短大軍はさらに勢いづき、今川貞代は博多、さらには、博多太宰府間の要所である高宮を抑えると、いよいよ太宰府に向けて、軍を発し、九州、中国の諸市と合流しながら、太宰府北部にある、佐野山に陣を張ると、4月から8月まで太宰府を包囲した。九州、中国諸市の軍勢を合わせて圧倒的な大軍となった今川短大の前に、兼長親王や武光らは太宰府に籠城しつつ、九州各地の南朝勢力の蜂起を期待したものの、菊池武康の筑後攻勢なども失敗するなど、戦況は清政府側に好転せず、ついに短大軍は8月10日から太宰府に対して総攻撃を開始した。この戦いでは両軍入り乱れて、かなりの激戦となったが、翌日には武康が守る、雄一山城が落城し、12日には、太宰府の防衛維持が不可能となり、兼長親王と武光をはじめとする、清政府軍は、太宰府を、放し、筑後国の高良山へと逃れていった。ここに、兼長親王の太宰府入城以来、11年にわたって、九州に歯を唱えた、清政府は事実上崩壊した。太宰府を追われた兼長親王と武光であったが、高良山は要害の地であり、いかに大軍を要する今川短大とはいえ容易に攻めることはできなかった。また武光も武正や武康に命じて筑後川北岸に陣を敷いた短大軍を攻撃させたが、筑後川を渡河することが叶わず、両軍は膠着状態に陥った。この高良山攻防戦の最中の文中2年。応安6年、1373年11月16日に、武光は死去したと伝わる。没時の年齢は不明であるが、一説に52歳であったと言われている。武光の死後、嫡男、菊池武正が菊池氏の総領となったが、わずか半年後の文中3年、応安7年、1374年5月26日に死去し、間もなく高良山も陥落するなど、以後の清政府の衰退は、決定的な状況となっていった。明治時代に入り、熊本県菊池市に、菊池神社が創建されると、秩父寺や兄武重と共に主催神の一柱として祀られた。また1902年、明治35年には南朝への駐禁が称されて、従三民が増位された。なおその子孫も、武光をはじめとする祖先の働きが認められ、男爵位を与えられている。その他、筑後川合戦の故地である、福岡県立新町の立新公園、別称、菊池公園や、菊池市の本拠地であった熊本県菊池市の菊池公園に銅像が建てられている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。